野戸半島でマグニチュード7.6の大地震が発生した後、中国地方公式メディア、海南放送テレビ総局のニュースキャスターである笑点講師は、この地震は日本が周辺海域に処理水を排出する報いであると発言し、その結果、停職処分を受けました。一方、日本のテレビ局が艦隊時中国語を使用して、中国人に避難を促す心遣いに、これこそ文明だと感心する人が大勢います。 小抵抗氏は2日、SNS で、新年初日にこれほどの大災害が発生したことは、2024年の日本全体が暗雲に覆われることになるだろう。やはりやるべきでないことを控えるべきだ。処理水も海に排出すべきではない、と述べました。昇賀の投稿がネット上で話題になった後、海南放送テレビ総局は、小抵抗が個人の SNS で、不適切な発言をした件について、 調査を行っており、その間、彼の仕事を一時停止すると発表しました。時事評論家の章天良氏は、小帝公はおそらく注目を集めようとした。反日は常に人気のあるテーマであるにもかかわらず、今回は壁にぶつかったようだ。これは、習近平が近隣諸国との関係が非常に悪化していると感じ、少し和らげようと考えているためかもしれないと述べました。 中国のネット上では、日本の地震を喜ぶ声があふれているのに対し、日本のテレビ局は現地の中国人が、日本語がわからず避難が遅れることを心配し、特別に寒帯時中国語で中国人に避難を促しました。一部のネットユーザーは、文明とは何かを知ったとコメントしました。それを見たのはいつの日だったろう 異形の念を抱くほどの壮麗さ人生さえ変えるほどの力強さ時が経つのも忘れるほどの美しさ今再びその感動が訪れる今年も演目を一新してあなたを待っていますシェンユ